情けないのはさ、うん、あの世間役の芸人だよね。そうそうそう、なんだこいつらと、うん、そうそう、未だに昭和のそういう世界がね残ってたっていうかね、うん、まあ残ったし、うん、まああとでも一つ思ったのはね、今回吉本が本当どうなのかですよね。まあそうね、これ吉本がどう対応するかですね。吉本が、うん、あのこれ本当に僕当初、うん、まっちゃん の、 あの反論も含めて、週刊女性の反論も含めて、吉本が思いっきり組織係的にね、うん、巧みに情報戦をで仕返ししてきたのかと思ったんですよ、うんうん、ところがあれ例のフジテレビのね、一瞬ワイドのショー出るとかいうのを含めて、全然吉本側とか局側とも握ったわけではなくて、で結局今背景で言われてるのが、あのかつてまっちゃんのマネージャーだった大崎社長、大崎さんが社長を辞め、もうね万博の方でしたっけ、はい、万博やで、だから吉本退任してからもう完全にもうまっちゃんが大物芸人になっちゃったから、誰も要するに大崎さん以外にあの松本さんのことをまあコントロールできる人がいなくなっちゃったと、でもうアンタッチャブルになっちゃって、やっぱそういう状況でこういうものが出てくると、で吉本が本当に危機管理が、ね、うまくいかない、で吉本がむしろもう まっちゃん厄介払い的な雰囲気になってるみたいな話が一部で ね取り立てされてるぐらいで、だらまあ思った以上に距離感がね出てたなとなって、まあ松本さんの才能はすごくあると思うし、もったいないから今後も生かしてほしいと思うんだけど、まあ、この問題をどういうふうにクリアしていくかっていうのはなかなか難しいですよね。難しいですね、うん、まずはだから、まあ、おそらくこれ裁判するってことだと思って、なんかでも弁護士が、まあ、裁判になるでしょうね。でもなんか抹茶の弁護士がまだ決まってないみたいな話を一部で、なんか出てましたね。で、まあ、まあまだもう決まったのかもしれないけど、ただ弁護士もこれ多分ね、結構逃げると思うんですよ。まあね、結構厄介な案件って弁護士って逃げるから、あの正直抹茶はかなり分は悪いですよね。だから多分この状況から、うん、あのうまく切り返せる弁護士さんってなかなかいないと思ってて、うん、多分これはね、弘中先生クラスとかの先生ともなかなかこれは追っていくのは大変だなと思って、うん、なかなか、まあ、あのだからこの吉本のがどうなるか、要するにジャニーズみたいな展開になるのかどうか、うん、でそれであとそのまっちゃんが、まあ、まっちゃん自身がね、まあ、どういう今後対応するのか、うん、でまた吉本とまっちゃんの関係も含めてね、うん、でまたさらに引いて言うと吉本がこの万博との距離、まあ、あるいは政治的に言うと維新との距離とかね、うん、ことも含めてすごく今論点になってきているの で、うん、でちょうどこの万博のが、ね、今かなか準備の遅れで国民的批判も、アドバイザーだから ね、からそれで、まあ、まっちゃんはまあこの活動は、ね、停止する方向にはなってますけど、吉村、まあ、知事がそう言いましたからね、うん、でも吉本とその、まあ、万博だとか、それはまあやるわけですよ、まあ、そうですね、その問題になるとかそういうところの関係性みたいなところに対して、うん、まあ、非常に厳しい目が注がれているのが事実で、うん、だからこういう中でどういう対応していくのかっていうのは、うん、結構予想以上に社会的政治的にも大きな影響が出てきてるなと思いますね、うん、いやそうだね、これ、うん、あの文春はまあ多分まだ続けるんだろうと思いますけど、うんうん、どういう風になっていくんですか ね、 これ、うん、多分まあどんどんいい子さん、いい子さん、F 子さん、G 子さんが多分出てくるんだと思うんですけど、まあまあ、でもただ一つですが、まあ、まっちゃんの行いはまあかなりだし、このね世間役をやった芸人さんたちもどうかと思うんですけど、まあそれただまあ芸人さんにどこまで品行方正さを求めるかっていうところもあって、まあこれなかなかあれですよね、テレビカメラが回ってないところでもね、非常に礼儀正しくしっかりやってる芸人さんもいらっしゃるので、大スターの方もいらっしゃるから、あの全然ね、だから結局最終的に本人の問題になっちゃうんですけど、なんかもう社会の風潮がね、なんかどん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 その風紀化していくっていうのとかに対してね、まあなんかそれによってなんかあのまあもうどちらにしろまっちゃんみたいなタイプの才能はなかなか出てくる、まあそうですね、難しいですね。うん、まあね、たれたら下ネタとかって言いにくい文化になってるでね、まあ根本的に僕はやっぱりもうちょっと女性を大事にしてほしいと思いますけどね、うん、まあまあそこで根本的にはそこに行き着くんですよね、うん、それは全く僕も本当そう思います、本当になんていうかな、ないがしろに強いてるよね、まあ、だからそこはまあ根幹はそこなんですよね、結局だから結局要はあの火のないところで煙は立たない、要は煙そもそも煙が立つようなことをやるなって話で、それはもう本当にそこに問題だと思います、本当に、週刊誌も文春と新潮しか出てないしね、ニューズウィーク出てるんですけど、イスラエルが敗北する日っていうタイトルなんですけど、まあそのイスラエルが敗北するというふうには、まあ、あの書いてないんですけど、相当その、まあ、ガザ地区でですね、あのイスラエル の、 その攻撃がですね、行き過ぎてんじゃないかという声は結構、出てきてますね、これ。まあ
まあ、僕もハマスのテロは、もうこれはよろしくない、ね、だから、まあ、まあ、あの 日本のメディアって何かというと、うん、あのハマス側というかそっちに堅物系のね、人、あの重信明さんをコメンテーターにする某局みたいに、まあ、そっち系が多いんだけど、ただまあやっぱりリアルの事実としてやっぱりちょっとかなり報復が過剰になってるのはまあ否めないと思うんですよね。だからまあ今後これがあんまりアメリカだってさすがにあんまりやりすぎるとちょっとね、まあまあね、いい加減しようってなってくると思う。パレスチナの、まあ、そのハマスを含めて2万5千人ぐらいの方が亡くなってますからね、うんうんうん、ちょっとだんだん過剰報復に、ね、なってきて、本当に一歩間違えたらなんか本当にもう逆になんか殲滅してやろうみたいな感じで、ね、なんか見えてきちゃいますよね。だからそんなことはだからそれはやっぱ国際社会が本当に、まあ、そこが、ね、まあ、イスラエルが本当にどこまでやるのかって本当にちょっといい加減にしてくれっていうかね、もうそろそろまあ程よいところでどこかで手打ちじゃないけどどこかで止めるってことをしなきゃいけないし、またハマスも悪いやつ、本当あの結局ハマス本当に牛耳ってる連中はね現地いませんからね、本当に悪いやつらが本当に、